皆さんこんにちは、岐阜大学学生放送研究会ラジストの宮迫です。よろしくお願いします。今回は、デザイン思考について聞いていきます。お話ししていただく先生は岐阜大学助教の川瀬真由美先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ということでもう早速、聞いていきたいんですけど、先生ちなみにどういった専門なんでしょうか？はい、私の専門はデザイン思考教育を担当しています。はい、デザインっていうキーワードがあるんですけど、どうしてもデザインって聞いちゃうと自分はですね、なんかポスターのなんかレイアウト、なんかどうやって綺麗に見せるかだとか、今ね私たちが座ったような椅子机のデザイン、すごい目に見えるようなデザインをすごいイメージしてるんですけど、デザインとまた違うんですかね？はい、非常に深い質問をいただきましたが、はい、私も最初デザインって聞いた時に、はい、そのように形の美しさとか、はい、色彩とか色味っていうところが関係してくるのかなと思ったのですが、はい、私が担当しているデザイン思考というのは、はい、デザイナーの思考法を科学的な手法に置き換えて、デザイナーじゃない人がデザイナーの思考を使って物を深く考えていくというやり方を習得するためのものになるので、そのやり方を授業の中で実践しています。なんかその考え方っていう感じでいいですかね？そうですね、簡単に言えば考え方ですね。そう、考え方になりますよね。はい、で今デザイン思考っていうまた新しい単語出てきたんですけど、そもそもそのデザインとデザイン思考って何なんですか？すごいざっくりした質問なんですけどね。そうですね、深くて私には答えきれないかもしれませんが、はい、私が勉強している中で、はい、デザインの教授とかに教えていただいたのは、人のために何ができるかということを深く考える人がデザイナーで、目に見えない仕組みとか形や思いを助けるための道具を提供するのがデザイナーと。要するに今の状況を一つでもより良くしようとするのであれば、それが問題解決になりデザインした活動になりますと。これ有名なサイモンっていう先生が考えてくださったお言葉なんですが、その文章の中によくあるシステムの科学っていう一節の中からよくこれが抜き出されます。要するに世の中にあるシステムがもうこのままでいいかっていうふうに満足してしまわないで、現状をより良くするためにはどこかこう改善をしていった方がいいんじゃないのということで提案された考え方です。じゃあその今回そのデザインっていうのがポスターでレイアウトで見栄えが良くするというよりかは、目に見えない社会の仕組みを考えていくっていうのにすごい視点を置いたような形っていう感じでしょ？そうですね、大きく言うとそういう形になるので、何にでも対応ができます。デザインとデザイン思考を簡単に説明するときにちょっと叱られるかもしれませんけど、ラーメンを家で食べたいと思った時には、はい、本格的なラーメンよりもインスタントラーメンの方がありがたくって、はい、でもそのインスタントラーメンが追求しているものは本物のラーメンを家で簡単に再現するという技術が詰まっているので、はい、本当にラーメンを食べたい人がそこに行けないけれども家で食べたい時にインスタントラーメンのありがたさが分かるというふうに、本当にデザインをする人じゃなくてもデザイナーのような考え方で今目の前に迫っている問題を一つ解決するときにデザイン思考っていうものを使うというふうに説明をしています。ラーメンがデザインで、インスタントラーメンがデザイン思考っていう。そうです、その通りです。あ、なんかすごいイメージしやすいというか、身近にあるものをやっぱ捉えるっていうのも大切になりますよ ね。デザイン、その思考っていうかデザインになってくると。自分あれなんですよね、結構本屋さんとか行くんですけど、その時にデザインとかデザイン思考のキーワードが目に入ってくるっていう場所が経営と か、 なんか商売と か、 なんかマネジメントとかで見かけるんですよね。なんかデザイン思考で考える経営論みたいなをすごい見るんですけど、その学科での勉強っていうのはデザインっていうのを頭に置きながら経営っていうのに重点を置いて勉強していくっていうような場所になるんでしょうか？はい、まず専門性が来ると、はい、経営を専門にしている方とかイノベーションを専門にしているということが従来であればトップに来たと思うんですが、これからの時代は問題がどこにあるかすぐに見えなくなる状況が来るので、はい、1年2年前はこのやり方でよかったけれども、じゃあ2年目3年目それでいいかっていうとちょっと疑問が生じてくるんですね。なのでいつも問題はどこにあるかというものを考えながら経営の専門理論であるとかイノベーションというものを作り直さなきゃいけない、はい、ので常にこれでいいのかっていうふうに自問自答して本質を見るようにしながら専門の力を使う
というこの2つのもの力を使っていくところでデザインというものを特化していくことになると思います。なるほど。なんか前できたからこのまま続けていこうっていうのはちょっと危ないんじゃないかっていうか、そのなんか疑問を持つっていう。そうですね、前のやり方で良ければもちろん変える必要はないと思いますが、はい、本当にそれで良いかっていうことのエビデンスを取るようにやはりこう調査をして分析をして、はい、あ本当に良かったと目的に応じて結果が出せているのであれば前のやり方を変える必要は全くないと思います。はい、ただそのやり方で誰かが我慢していたりうまくいかなくなってきているというところが見えたらその部分をどのように大きな枠組みを変えていったらより良くなるかってことを考えるのがデザイン思考のポイントなのかなと思います。なるほど。じゃあそこを学んでいくっていうのはこの学館でできるんですよっていう。そうですね、感じですね。どういうふうに物事を捉えて、はい、どういう枠組みを作っていくと良い仕組みが繰り返されていくのかっていう、はいはい、そこを作っていける人になると思います。なんかこう小さ な, なんか変化も気づくっていうことなんですか ね, すね。ちっちゃな変化に気づけないと、はい、デザインの本質は見えてこないので、はい、物事がうまくいってるかうまくいってないかを自分だけの視点ではなくてそれを使ってる人の視点で感覚的にもエビデンスとしても捉えていくということが大事だと思います。はい、なるほど。なんかすごい奥深いですよね。デザインって本当に聞いた時に見栄えよくすればいいんだみたいな認識してたんですけど、それも正しいですよ、はい、それはビジュアルデザインとしてとても正しいですし、はい、机とかテレビとかこういうモニターとかの形もプロダクトデザインとして非常に大切なものになります。はいはい、ただそこだけで終わってはいけないのがこれからの時代だと思います。なるほど。じゃあそのこれからの社会を作っていくのに大事になってくるこのデザイン思考という考え方なんですけど、それをこれから未来社会を作っていく人になんか求められる力っていうのはどういったものになるんでしょうか。まずちっちゃな変化に気づけることと、はい、気づきっていうものが、はい、自分だけの気づきじゃなくて、相手にとっての変化、相手がどういうふうに感じてその変化を辛いと思っているか、もうちょっとこうしたいと思っているか、どうすることが理想的な乗り越え方なのかといったことを想像できないとデザインはできないと思うので、相手の気持ちに立って気づきを、たくさん増やしていくということが大切だと思います。なんかデザイン思考に並ぶほどコミュニケーションがよりこれから必要になってくるみたいな感じですよね。そうですね、相手の困っているところは実は言葉にならないところもたくさんあるので、はい、観察力、観察眼っていうのも、はい、磨いていかなければいけないと思いますし、はい、それから悩みを引き出してあげれるようなコミュニケーション力っていうのも必要になってくると思います、はいはい、ですのでいろんな異業種の人と集まって、はい、何かない、そうだねって言って、はい、その話し合いの場を設計していく、コミュニケーションの場をデザインしていける人っていうのもとっても大事になってくると思います。専門性もありつつ集まって問題を築くっていう、問題を見つけていくっていう大切、うん、はい、っていうのを、まあ、これから求められていく力っていうのがあるんですもんね。そうだと思います。なかなかこう専門性をめちゃめちゃなんか突き詰めればいいんだみたいなやっぱ考えもあるじゃないですか。それこそ大学だといろんな学部があるわけじゃないですか。医学部だからと医学めちゃめちゃ研ぎ澄まされてやっていけばいいんだっていうのはちょっと危ないというか。そうですね、非常に専門の力も大事だと思いますが、はい、今例に挙げてくれて医学部を手のひらで説明すると、はいはい、患者さんがいてお医者さんがいて看護師さんがいて、はい、他のスタッフさんがいて、はい、それぞれ抱えている課題と問題解決する能力は全部バラバラだと思います、まあ、専門性ってやつですよね。専門性が全部違いますね、はい、でもこのままで医療は進まなくて医療チームというのを作られると思います、はい、でチームってなるとここの孤立したところではできないので、チームになった瞬間はこの手のひらに皆さん降りてきて問題はどこにあるかな、誰を中心に問題解決をしていったらいいかなっていう時間軸を決めて問題を解決する流れを作っていくと思います。それがこの手のひらで話し合ってみんなの気持ちを考えてコミュニケーション場を作る、医療の場を作られるのではないかなと思います。これが工学の場になるとどういうふうなものを専門家が集まって作っていくかっていう場になるので、話し合ったことで問題が特定できたらそれぞれの持ち場に帰って問題を解決するっていうことをすると思いますが、それで何をするんだっけって分かんなくなったらまたみんなでここに降りてきて
もう一回問題を考え直すというふうに、さっき決めた問題だけどもちょっと考えたら次の問題が見つかったからまたみんな集まって問題考えてっていうことでもよくこう作り直したりしていきます。なので一回決まったらそれで終わりではないので、何回も何回も考えていくっていうところが特徴的だと思います。じゃあもう手のひらがデザイン思考だとの話の場です、ね、話の場になるっていう、そう、ここで問題を見つける。なるほど。でこちらに持ち帰って考えて解決してくる、はい、でまた持ってくる。なるほど。こういうのは実践を通しながら、理論を大学で学んで、はい、現場で、社会に出て実践を積ませていただくという経験を通しながら、理論と実践を補完してデザインの力を身につけていってほしいと思います。ありがとうございます。最後に先生から視聴者に向けて一言よろしくお願いします。はい、私からお願いしたいのは、皆さん今自分のことを一生懸命考えておられると思うのですが、学問っていうものを広げるためにも二人称で物事の流れを捉えてみるということを挑戦してほしいと思います。例えば国語ですと小論文の小説の中には主人公が出てきます。もうあれは二人称、三人称です。自分のことではないですよね。その人の置かれた文脈の理論を読んで、そこの中にあるロジックに気づいて、問題点に敏感に捉えて組み立てていくっていうことが大事だと思うので、二人称で物事の流れを捉えてみるということに挑戦して、いつも気づかなかったことに気づけるよう挑戦してほしいなと思います。以上です。ありがとうございました。岐阜大学にできる新しい学びの場、社会システム経営学科の情報は動画の説明欄に記載の URL から、岐阜大学のホームページまたは社会システム経営学科オリジナルサイトにアクセスしてご確認ください。またこの動画のチャンネル登録をお願いします。登録することによってこの社会システム経営学科の情報をスムーズにゲットできます。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは視聴者の皆さん、また会いましょう。バイバイ。